どうも、坂本です。今回はまず間違った歩き方を修正していくために、一番最初にここを意識して変えてほしいっていうことについてお話ししていくんですけれども、寝たきりとか体の痛みを出さないために正しく歩くっていうことはすごく大切になるんですけれども、なかなか正しい歩き方とかいろいろ見たり聞いたりして試してみたけど、うまく実践できないっていう人が多いんですね、やっぱり。で、今日お伝えすることは簡単に今すぐ実践できて、なおかつ効果的で、そういった悩みを持つ人たちに効果的な方法になるので、ぜひしっかり最後まで見て自分のものにしてください。でなんですが、正しく歩くとか以前に、なぜ人は正しく歩けなくなっていくのか、ここをまず理解しないといけないんですね。なぜ正しく歩けなくなるのかって、あなたわかりますか？多くの人が筋力不足かな、そう考えると思います。確かに筋力が原因で歩けなくなっていくっていうこともあるのでしょうが、実はこれはほとんどのケースで当てはまらないんです。それよりももっと大切なことがあるんですね。それは何かっていうと、歩く時のフォームなんですよ。つまり姿勢ですね。これが大切になってくるんですよ。例えばスポーツなんかでフォームめちゃくちゃやけど筋力むっちゃあるっていう人、それとは逆にフォームむっちゃ綺麗やけど筋力そこまでないっていう人、どちらが先に疲れたり体故障すると思いますか？絶対にフォームがむちゃくちゃで筋力がむっちゃある人の方です。こっちが先に故障するし疲れます。なぜかっていうと、フォームが崩れていると、そもそも筋力があっても無駄なところに力が入りまくって、そこの筋肉っていうのがすぐ疲労していくんですね。筋肉は疲労していくとすぐ力が入らなくなっていきます。つまり力が入らない、動けないっていう状態になっていくわけですね。で、無駄なところにばっかり負担がかかっていくわけですから、もちろん体を故障しやすくもなっていきます。これって日常生活のあなたなんですよ。じゃあこの状態を解消しようと思ったら一番大切なのって何だと思いますか？さらに筋力をつけて疲れないように、負担に耐えられるような体を作っていくことでしょうか。筋力を限界までつけるっていう方法でも、そこまで筋力をつけきる自信があるんだったら確かに不可能ではないのかもしれません。ただ現実的ではありませんよね。やっぱりまずそこまで筋トレして自分を追い込めるかっていうのもありますし、その筋トレ中に故障してしまうリスクとかもあるわけですよ。そこまで追い込もうとすると。しかも筋力って今日やって明日いきなりつくっていうもんでもないんですね。効果を発揮するにしても、それも時間が結構かかってしまうわけですよ。そんな非効率なことをやるよりも、フォームを変えて力のロスをなくしてあげる方が、長時間動いても力を発揮できるようになりますし、疲れにくくなると思いません？もちろん無駄な負担も減るわけですから、故障もしにくくなりますよね。こういった理由からも、あなたがやらないといけないのは、歩くのを正しく直していくために筋力トレーニングでどうにかしようとするのではなくて、フォームを見直していくっていうことが大切なんですね。でなんですけれども、日常生活の中でじゃあ動くっていうのはほとんどが歩く時間だと思います。日常生活で動くイコールほぼ歩くって言ってもいいぐらいです。つまり歩き方のフォーム修正っていうのは寝たきり予防に一番効果的になるんです。ですが、長年フォームが崩れて歩いている人の中には、正しい歩き方を教えたとしてもすぐに実行できない人がいるんですね。やっぱりそれを正しいフォームで歩けるようにしやすくするために、今回やってほしいことなんですけれども、それが筋トレではなくてお腹で歩くっていうことなんですよ。歩くときにお腹で歩くっていうのを意識してほしいんですね。で、これだけ言っても何のこと言ってるのかわからないと思うので、今から実践していきますね。はい、じゃあお腹で歩くっていうことなんですけれども、その前に歩き方悪くなっていく人、寝たきりになっていく人っていうのは、重心っていうのがですね、下に下がっていきやすいんですね。これは地震とか起きてぐらついた時に想像してほしいんですけども、こうやってグッて下に沈み込みますよね。倒れないようにしようと。地震起きた時にこう伸びていく人っていないじゃないですか。で、なんで正しく歩けなくなっていくのかっていうと、やっぱりこけるのが嫌だとか痛みがあるとか、そういったところが理由で正しく歩けなくなっていくんですね。ってなると、こけたくないとか痛みを出してぐらつきたくないってなってくると、重心ってやっぱり下がっていくんですよ。人っていうのは股関節で歩くことによって正しく歩くことができるんですけども、この重心が下がっていくと股関節がこういうふうに後ろに突き出してしまって動かせなくなってしまうんですね。こうなるとどこで動くようになるのかっていうと、膝なんですよね。今までこうやって股関節で足を振り出したところを、膝でこういう風に歩くようになっていく、いわゆるちょこちょこ歩くってやつですね。こっちの方が安心するんですよ。重心も下がるから、なんとなくこっちの方がこけないような気もしますし、自分を守る歩き方になってるような気がするんですけど、これが大間違いで、こんな無茶な歩き方するせいで常に足に負担っていうのがかかっていきますから、速攻ちょっと歩いただけで足の筋肉っていうのが疲労します。で、無駄な負担が常にかかり続けるんで、すぐどっか故障して痛くなりやすいです。で、
ちょこちょこ歩くせいで、こうやって実はこれこけづらいような気しますけど、こっちの方がこけてしまうんですね。足が上がらなくなりますから、すぐ物につまずきやすくなりますし、普段から筋肉にこうグッと負担をかけてるわけですから、とっさの時に筋肉が力発揮できないからステーンってこけてしまうんですよ、やっぱり。でそうやって力が入らなくなっていくのを実感するから、さらに自分でもっと重心を下に下げて下げて下げて、こういう風に安定させたいと思うんですね。こうなるにつれて上半身っていうのもやっぱりこうやって曲がっていきます。こうなっていくとやっぱり寝たきり一直線なんで、ここを変えていかないといけないんですけれども、ここからじゃあ正しく歩く、僕はいつもお伝えさせてもらってるのは腕を振るっていうのと、歩幅広くしてスピード出して歩いてほしいってことなんですけど、なかなかこの状態から一気にここまで持っていけないっていう人がいるんですね。なので今回そういった人にまず一番最初に、じゃあそこまでできないんだったらお腹で歩く、ここだけを意識してほしいんですよ。で正確に言うとお腹で歩くって言いましたけど、この溝落ちあたりですね、ここを意識してここで歩いてほしいってことなんですよ。なんでここなのかっていうことなんですけども、腸腰筋って呼ばれる筋肉がですね、実はこの溝落ちのあたりからこういうふうに足の付け根、股関節のあたりについてるわけなんですね。つまりここを意識してあげるっていうことは腸腰筋を意識するっていうことと一緒なんですよ。ここを意識して動いてあげるだけで腸腰筋も一緒に動くので、股関節を使った歩き方になりやすいんですね。でここを意識することによって、こういうふうに下がってた重心をここに持ってこれるので、体が伸びやすくなる。で、目線も前に向きやすくなるんですよ。もともと人はこの股関節、ここで歩かないといけないんですけれども、歩けなくなっていく人っていうのは、ここが重心が下がっていって、膝まで下がっていくわけなんですね。それをもう一度上げてあげないといけないんですけど、ここではなくて、さらにもう一段上、ここまで上げてあげましょう。ここに持ってくることによって、ここで歩くことができます。この時にしっかり意識できる人であれば、この足の付け根がですね、この溝落ちのあたりから生えてるイメージで、ここから歩く感じで歩いてください。そこまで強く意識できないっていう人は、歩く時にただこの溝落ちのあたり、そこを軽く意識してあげるだけでも構わないです。まずはそこから始めてもらって、次2ステップ目でここからここに足の付け根があるイメージにして、ここから足を出して歩くっていうイメージ、2段階でやってください。でそれができるようになったら、次腕を振るですね、腕を振るっていうのを追加して、腕を振って次スピードを少し上げて歩幅を広くしていく、この歩き方に変えていくための取っかかりとして、まずお腹を意識するっていうのから始めてください。もちろんもういきなりこの正しい歩き方ができる人は、いちいちお腹を意識しなくても、腕を振る、スピード出す、歩幅を広くする、この3点だけ意識してもらって構いません。このお腹で歩くっていうのは、このフォームにいきなり変えれないっていう人が、その前段階としてやるためにあるもんだっていうことを覚えておいてください。なので使い方としては、こう歩いていた人が、いきなり腕を振ってスピード出して歩幅広くして、一気にここまでいけない。だから、まずは今日からここですね。今までこの下に行ってる意識をまず上に引き上げる、この意識だけを持ってお腹で歩く、そういうようにしていく。でそれができたら、次ここから足が出ているようなイメージで、この溝落ちから歩くイメージで歩いていく。そこまでくれば上半身、体がだいぶ伸びているので、今度は腕を追加していく。腕を振ることによってスピードが少し出るので、スピードを意識的に少しだけ上げてあげるようにする。で、それができてから歩幅をですね、今度は意識的に少しずつ広くしていく。こういった方法で段階を踏んで自分の歩き方のフォームっていうのを修正していってください。よく歩く時に足の位置がどうで、体重のかけ方がこうでとか、肩の位置がこうでとか、いろいろごちゃごちゃ考えて、結局それのせいで逆に歩けなくなってる人って本当多いんですよ。なのでできるだけシンプルに、健康な人もそこまで考えて歩いてないですから、そもそもあなたが若かった頃、体が全く痛くなかった頃って、そんなこと気にして歩いてなかったはずなんですよ。足の位置がこうで、こっからこう体重をこうしてとかってやってなかったんですよ。今現在痛くなく歩いてる人たちもそんな歩き方してないんですよ。だから歩き方っていうのはできるだけシンプルにしてあげた方がいい。で今までむちゃくちゃ崩れてて、そういうのが癖づいてる人がいきなりそんなことやるなんて無理なんで、まず1個でいいです、1個でいいですから、このお腹を意識して歩く、ただこれだけをやってください。これだけでも
しっかり毎日意識してやってもらえれば、重心っていうのは上がっていきますし、体も伸びていきますし、股関節っていうのが動くようになってきて、無駄な負担が減っていきます。歩ける距離も伸びていくし、故障もしにくい体になっていきます。難しいことごちゃごちゃやって結局すぐやめてしまうぐらいなら、簡単なこと1個をまずは継続するようにしてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。